さんお疲れ様です。今回は忙しくて大胸筋を猛烈に追い込みたい人向けに、短時間で超高強度の大胸筋メニューを作成しました。はい、一緒に最後まで頑張りましょう。頑張りましょう。レッツワークアウト。今回は20秒間8種目かつ休憩なしの2分半トレーニングです。鬼のメニューですが、最後まで一緒に頑張りましょう。1種目目はプッシュアップです。手幅は肩幅ぐらいでしっかりと深く落としていきましょう。姿勢を頭から足先まで一直線にするとグッドです。さあ残り10秒です。しっかりと落としていきましょう。もうすぐ終わりです。残り5秒です。次の種目はリバースプッシュアップです。手をハの字にしてグッと下まで落としていきましょう。手首が痛い人は真横でも大丈夫です。自分ができる範囲でやっていきましょう。さあ残り10秒です。しっかりと落としていきましょう。次の種目はヒンドゥープッシュアップです。体で波を作るようなイメージで斜め45度ぐらいの高さまで体を起こしていきましょう。ポイントは体を戻すときにお尻をしっかり高くまで上げていきましょう。さあ残り10秒です。きついですが頑張ってやっていきましょう。次の種目は膝つきワイドプッシュアップです。手幅は肩幅の 1.5 倍ぐらいまで広げて深く体を落としていきましょう。もっと追い込みたい方は膝をつけずにやってみましょう。残り10秒です。しっかりと深く落としていきますよ。次の種目サイドプッシュアップです。この種目は脇を閉じて胸を収縮させることを常に意識しましょう。この種目は少し難しいので、やりながら自分の効きやすいポイントを探していきましょう。次は反対です。さあしっかりと胸の輪郭を沿うようにしっかりと脇を閉じて地面を押していきましょう。胸の収縮を感じられたら OK です。さあこれが終われば残り2種目です。残り2種目頑張りましょう。次はバウンドプッシュアップです。肘を曲げたところでバウンドするように連続で動かしていきましょう。かなり高強度のトレーニングになりますが、残り次で最後なので頑張っていきましょう。ラストはその状態でキープです。さあ10秒間のキープです。きついですが頑張りましょう。3、2、1。お疲れ様でした。おい、お疲れ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回は休憩なしのトレーニングだったので、はい、まあ、正直めちゃめちゃきつかったと思います。筋トレは短時間で結果が出るものではないので、はい、コツコツと積み重ねることが一番大事です、はい、今の体がどうであれ変わりたいと思った瞬間が人生のスタートだと思いますので、はい、一緒に頑張りましょう。頑張ろう。いつからでも遅くない。遅くない。いつでも変えられるよし。ということで、はい、この調子で次回の動画も一緒に追い込んでいきましょう。この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ、はい、よいしょ。つい